スタニスラフ・マクラは、チェコ出身の指揮者、カルビナーの生まれ、1966年にオストラバ音楽院を卒業後、ブルノ音楽院に進学して1971年に卒業している。1972年から1974年まで、ブルノ国立フィルハーモニー管弦楽団の指揮者陣に加わり、1973年に、 ブザンソン国際音楽祭の指揮者コンクールで第3位を獲得した。1974年から1979年までズリーンフィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者を務め、1980年から翌年までスロベニア放送交響楽団の首席指揮者を歴任した。1981年から1983年までスロバキア国立、 コシツエフィルハーモニー還元楽団の主席指揮者の任にあったが、1981年から1993年まで、オロモーツのモラビアフィルハーモニー還元楽団の主席指揮者に転任している。1993年からは、オモロうツ歌劇場で指揮を取るようになったが、1995年から翌年まで、スロバキア国立コシツエフィルハーモニー還元楽団の主席指揮者に、 再認された。http://prabok.org/web/person-view.html、profileed="415088http://www.co.sees/.index.php、detail="1&id", DC イコール 55528& タイトルイコール枕 &S、ラングイコール2。ありがとうございます。